Welcome! 皆様こんにちは、ジュディ・ヨングです。今日はですね、お買い物シリーズの中のもう一つなんですけれども、皆さんから行きなさい行きなさいってアドバイスいただいたのがカルディです。なんか世界中の面白いものがあるっていうんで、食いしん坊の私を行ってみる必要があるなと思って行ってみました。あんまり買っちゃダメよって言ったんだけど、やっぱりこれだけ買いました。すごいのはね、なんか塗るだけでカレーパンになるものとかがあったんですよね。カレーパンってちゃんと具を作ってパンで巻いて、そして周りにパン粉をつけて揚げなきゃいけないでしょ。パンに塗ってトースターに入れるだけでカレーパンですって。もうこれどれ？これがそうなんですよ。塗るだけでカレーパン。で、今ちょっと焼きました。本当はトーストって言ってたんですけども、私はバケットの方が好きなので、こちら。あーからしてるよ。あなた来るの分かってるんだけど、ごめんなさいね。カレー食べたらさ、あなた具合悪くなっちゃうでしょ。のママだけ、はい、ダメ、あっち系、はい、いただきます。うん、なんか玉ねぎの味に至るまで入ってる。本当にカレーパンの味。日本のカレーパンって独特なんですね。ちょっと甘いのよね。そういう風になってます。これかなり感激かもしれない。これ食べてたら番組終わっちゃうんで、ちょっと来ないでね。はい、2個向こう向いてて。カレーはそんなような感じで、子供もなんか食べられそうだ。大人だったらもうちょっとカラマサラを上からかけてもいいかもしれないし、カイエンペッパーでもいいしね。それでめんどくさいからいろいろやりたくないので、これフライドオニオン、何でもスープ作って上にパラッとかけるだけでもすごい美味しいと思う。ややこしかったらスープ作ってコンソメでもいいし、お野菜スープでもいいし、上からこれかけてチーズ乗せてオーブンに入れたらちょっとだけオニオンスープみたいになるんじゃないかなという、今期待をしているのでこれを買いました。で、これはね、柚子大好きなの。お家に柚子植えちゃおうかなと思うぐらい柚子が大好き。で、柚子がらしいというのがありまして、これをソーセージと一緒に食べてくださいというので、見てこの美味しそうなソーセージ。これフライパンでチッチッと焼くか、グリルで焼いて、そして上にこうやって、失礼、食べ終わってから話します。お茶ください。うん。そしてカツオスライスって何なんだろうと思って、カツオは知ってるんだけど、カツオス、あ、ごめん、また肘鉄砲しちゃった、ごめんね、ごめんね。おやつとして食べられるって書いてありますよ。おやつとして食べられるんだって。2個カツオ、こう塩がかかってなかったらあなたたちは食べられるけど、残念でした。お塩が入っています。ごめんね。でも私は食べてみますよ。ダメよ。ダメダメ。あ、ニコちゃん、ちょっとお願い。もしもし。上から上でやるもん。はい、あちゃちゃちゃ。柔らかいんだ。あらまあ。半分生って書いてある。半生タイプ。これ美味しい。お酒がなんか進んじゃいそう。お酒の飲めない私はウーロン茶が行こうかなみたいな。うん、ペプチドも入ってるし、 DHA も EPA も入ってる。なんと体にいいおやつでしょうか。変に甘いもの食べるよりもこういうのあげてもいいかもしれないね。これ大きい、美味しい。はい、次私椎茸をスナックにしたの生まれて初めてだったので、何とか言って、これ俺椎茸って言うんですけど、これも塩味ついてるかな。ちょっとお塩が入ってますね。どのぐらい入ってるんでしょうか。ちょっと待って、匂うね。匂わしておいて食べちゃダメっていうのも、これも随分なんかひどい話ですけど、まんま椎茸のまんまの形です。これちびしいたけ、でも乾燥させてるから、このさ、フリーズドライ。いただきます。5回ぐらい味が変わるんだけど、口の中で。最初はただのスナックかなって思うんですけど、塩味が効いているので、途中からこれ揚げてるの、これなんだろう。植物性油って書いてあるから、やっぱりなんとなくさっと揚げてるんでしょうね。タンパク、
砂糖、塩、からし、唐辛子も入っている。アミノ酸系の腸化学食品。だから、いろんな味がする。さっき一口食べてすぐ返事できなかったじゃないですか。最後までなんかいろんな味がするの。一番最後に椎茸の香りがふわっとするの。うん。すいません。食べられないと分かったら下に入れちゃった。さあ、もう一つ食べようと思っているのがあります。台湾では三茶子をお茶のタイムに塩辛いもの三茶子、それから甘いものってこういうふうに出す。フルーツの一種なんですね。この三茶子っていうのは高血圧に効くって言われている、食べている方いらっしゃいます。三茶子いきます。甘酸っぱいのよ。果たして台湾と同じ味かどうか。すみません、前の椎茸の味がまた口の中に入ってて、ちょっとわかんない。あ、うん。しっかり三茶子。うん。糖分がちょっと入ってるけれども、あ、やっぱりね。いつも食べる三茶子、もうちょっと酸っぱいの。だけど、これは糖分がちょっと入ってますね。でも、自然の味なので、とても美味しい。これね、ウーロン茶と飲むとすごく美味しいの。鉄板の茶とかウーロン茶とかすごく合うんですね。この次お茶の紹介をするときにはこれ出しましょう。一般的に台湾ではこういうふうにやっぱり練って、それで棒にしているのが乾物屋さんで売られているけれども、三茶子のフルーツのまんまではまだ食べたことないですね。乾燥は食べたことあるけど、もう一つ食べたいのがあったんです。体の未来って何なのって。でナッツっていうのはすごく油分が多いので、甘いもの食べるよりはナッツ食べなさいと言われてるんですけど、プチプチってあんまり食べるとね、朝プチってできてることがあるというのは、まあ、非常に栄養分の高いものなんです。それがね、ロカボになってるっていうのね。栄養分はそのまんまで、そんな嬉しいことってあるんでしょうか。ではちょっとやってみます。私朝のサラダの上にナッツをこうパンパンって潰して乗せていただいてるんですが、それとどのぐらい味が違うのかちょっと食べてみたいと思います。あ、なんだ、袋の中にまた袋だった。袋の中にまた袋。こう上に上がる。はい、どうぞ。 1,2,3。 はい、ニコちゃん、これもまたね、塩分が入ってるのであげらんないな、ごめんなさい。だけど私は食べる。うん、あんまり普通と変わらないんですけど、こんなに美味しくていいんでしょうか。今くるみ食べたけど、くるみの味がちゃんとしてる、当たり前ですよね。これだったら私これを朝潰してサラダの上全然 OK。 え、ロカボ、糖質カット、糖質が低くなってる、ローカーカーボハイドですよね。あ、じゃあ糖分コントロールの人にとってこれ嬉しいわけですね。私もちょっと糖分とコントロールするので、これにしよう今度。というわけで、他に何買ったら言いましょうか。これね、これはコンテチーズ、もう切ってあるので、これはね食べやすいなと思って、これいただこうかと思ったんです。私ね、フルーツ食べるときにちょっとかじったりするには美味しいですね。それからうちのお友達に来たらば、片っぽは甘いもの、片っぽはしょっぱいもので、このクラッカーの上にドライトマトとチーズをちょっと乗せて、そしてオリーブを乗せて、オリーブローズちょっとかけてなんていうとね、すごいおしゃれな感じがするので、これは買いました。それからこれね、私ちょっと何なのと思って見たら、ベトナムのお茶、ハスのお茶ですね。これね、ちょっと飲んだことがないので、私はこれを楽しみにしています。ルイボスティーは私よく飲むんですけど、ジンジャーが入ったルイボスティー興味津々だったので、まあこれから冬に入るので、ルイボスティージンジャーが入って飲みかなと思いましていただきました。で、東京ウーロン茶に白桃の味が入ってるウーロン茶ね、これいろんなところから出てるんですけど、このメーカーはどうかなと思って、ちょっと幸せ気分になるの、なんとなく桃の香りがしてね、ウーロン茶こんな味するのっていうものですね。
台湾のおでんの素、そもそも台湾のおでんっていうのが日本のおでんとどう違うのか私ちょっとわからないのでやろうと思いました。クローブとかシノバンパウダーとかいろいろ山椒も入ってるし、すごいいろいろ入ってるのでこれも楽しみです。台湾、日本と一緒じゃない？鶏肉に大根とか厚揚げとか入れていいんじゃないですか。まあそんなようなもんですよね。あ、それから台湾だとコンワンっていう、日本で言うとかまぼこの丸いのがあるじゃないですか。それをお肉ので丸くしてるのとかね、つくねみたいな、もうちょっとね、つくねよりもちょっと弾力性がありますね。でお野菜を入れて、ブロッコリー入れたり、あのエンドマメ入れたり、ここにはあのアスパラとか入ってますけれども、アスパラが入った上になんかトウモロコシが入ってる。ほう、そこへ持ってきて、またあのうずらの卵が串刺しになってますね。こういうのに食べるの、私台湾人ですけどこれ食べたことないので、すごい楽しみ、どんな味になるのか。これイオポンって言ってね、あの台湾の人たち誰でもこれ食べます。ご飯に入れない、あのお肉のあのしぐれ煮みたいな、もうちょっと脂っこいんですけど、三杯肉をこうぐわーっと炒めて、お醤油の味で炒めて、まあニンニクも入ってたりなんかいろいろして、でそれをご飯の中に混ぜるのね、上にかけるんですけど、イオポンって言うんですが、これがね、これで食べられると思わなかったのよ。だからお野菜何でもいいから、サラダ一つぐらいでも十分いけるんじゃないですか。杏仁豆腐、こういう形の杏仁豆腐は初めてだなと思ったら、あ、やっぱり切ったら四角いのが出てくるので、それを自分で切ってくださいということだった。またはこれをとろみをつけて火にかけて、それで好きな形にしてもいいですよって言ってるけど、中はもうすでに一回固まってるもんなんで、四角くなれば切って、それでフルーツかなんかと一緒にいただくのは、これ嬉しいですね。もう日本に杏仁豆腐の美味しさ伝えた一人かもしれない。最初、一番最初15ぐらいの頃に日本にあの杏仁豆腐がレストランで出て、でそれをねテレビでね紹介したことがありましたね。そしてうちの母がこの間、あなたが一番最初の杏仁豆腐のことを日本の皆様に知らせたのよって。そうなんですか、知りませんけど、そうらしいです、母曰く。はい、サラダチーズなのよこれね。サラダにねかけるチーズ風味フレークっていうから、さらにさーっと上にかけるんでしょう。カリカリ感覚のカプレーゼサラダ。うん。だから大豆なんだけれども、風味はチーズにしてあって、そしてそれがなおかつカリカリになってから、食べたチーズって聞いたことないわね、な感じのものだそうです。未体験なので、これは明日の朝サラダにかけて食べたいと思います。これ私ね、いつ何時来るかわからない地震に備えて缶詰って結構ね一生懸命見るんですけど、ハンバーグがありました。ハンバーグと思ったので、これあのうちの甥っ子が来たら、これがあれば彼はあまり文句言わないと思うので、これ買って、まず味見、よかったらこれを多く買ってカレー用に置いときます。白玉がありました。この白玉って、お正月ちょっと超えた頃の時期にですね、团圆って言った家族がみんなに集まって白玉を食べるという風習があるんですよ。私は毎年自分で練って、あのお湯の中に入れて浮いたのをすくって、それでその時によって、まあ、フルーツの切ったものの中に入れるとか、あるいはマンゴーの干したのあるじゃない、干したマンゴー、ドライマンゴー、あれを細く切ってでつけとくの。そうするとね、すっごいシロップが出て、でマンゴーがふっかふかになって、ものすっごく美味しいですよ、白玉と一緒。大変に美味しいございます。皆さんもやってみてください。そしたらこれね、みたらし団子もできますよっていうようなのが、もう白玉でもすでにできているっていう。こんなことってあるの？マグカップなどの中にお湯を 120g 入れて電子レンジでチッて2分やればもう白玉食べられる。そんな便利なものがありましたので、果たして私の スコアにこれがもし美味しいとなったならば、美味しいと思いますけど、いつ家族が来ても一緒に家族だんだんこの白玉を食べる習慣ができると思って買いました。はい、一旦これは2個、あ、2個だ、これがアポロだ、愛ちゃんがどっか行っちゃった。ということで今日はカルディに初めてショッピングに行って、珍しいものをいっぱい買ってきたことをご紹介しました。
た。面白そうねと思ったらいいねクリックしてください。それからチャンネル登録もしてくださいね。この次またお会いしましょう。チャオ。